録画スタートして、で時刻を画面に映すといって、この辺りかもう9時40分か。今日の宿取れました。とりあえず前あったと思うんですよね。ジョイフは何度も利用してるんで、こっち来た、九州来た時に。さて、確か、うん、取れました。ただ明日の宿も取れないと人吉に行って戻ってこれないんですよね。うん、食事付き6500円、飯はありますよ。あと数枚だけど、素泊まり5000円プラス税で、夕食朝食つけたらプラス1500円、なので6500円の税込みだと7150円。人吉での宿が取れることがもう一個条件ありますけどね。で、松橋っていう、今日ゴール地点あたりに定めてるところの宿も結構いっぱいでした。2軒かけて2軒目で取れたんですけどね。そこもなんか残り1部屋っていう状態でした。ループ橋、いや、ループ橋じゃない方また渡ります。上下する橋、ボタン式じゃないよな。そんでもってもう暑い。ゴールデンウィークの気温だったらまあこれが普通なんでしょうけどね。今朝もなんか11度とか13度とかかなり肌寒かったんですけど、日が出ると全然違うな。おはようございます。よし、寒暖差、半袖です。本当ここでもう渡ろう。今日も日焼け止め塗ってます。だいたい毎年ゴールデンウィークあたりから日焼け止め塗ってますね。私は今のところヒリヒリしてない。風呂入った時に、今回のゴールデンウィークは天気めちゃくちゃいいですね。しかも実家に1日滞在してた、実家に滞在してた1日だけ天気悪かったっていう、顔にも塗ってます。一番重要だと思っているのは首の後ろですね。結構頭に近いところが日焼けでヒリヒリすると影響でかいような気がする。体調が全体的に苦しいっていう状態になりやすい気がする。気のせいかもしれんけど、1ポイント、ああドラッグ忘れてた。ちょっと信号渡ってからドラッグ出します。おはようございます。サスキ信号、真っ黒、まあ、テレワークだったら全くしませんね。うちはカメラも使わ、ほとんど使わないし、まあ、じゃなくても日焼けしてましたけどね。私は出勤してる時代に、出勤時代に物理出勤、お尻の具合も問題ないんですよね。やっぱり頻繁に乗ってるとそのあたりも違いますね。今回足と尻がかなり、全くじゃないけどかなり平気なんで、すごく楽です。スラックは使ってないけど、なんか誰か使おうって言ってたな。どういうものか私よく分かってないんですけどね。
まあ、それはなんかテレワークかどうかにあまり関係なく使えるやつですよね。橋はどこだっけ。あ、そうそう、ドラここ出すのも忘れてるし。おはようございます。まずライドウィズ GPS スタートして、で今日の予定ルートでナビを開始して、確かこっちかな。ナビ開始。あ、やっぱ通り過ぎてる。サイクリスト、1日に3、4人ですかね。このゴールデンウィークの混みっぷりからすると少ない方かな。ドラココ出しました。これから送信されるはずです。で、夜、そうですね、忘れてた。ライトアップとかされてるんですかね。まあそれでも写真をするか。これの左側だよな。うん、あれの2つの、あの2つの柱の間が上に上がるんですよね。うん、おはようございます。ライトアップのライトみたいなものは見当たらんけど、あ、上にちょっとなんかあるか。自転車も右側通行です。普通に生活してたら運行ってるんですけど、配信で喋ってると、その喋ることが宿、あ、一応ん今日は宿に泊まります。喋ってること自体で喉がなんか喉づくろいと同じ感じがするみたいですね。多少なりとも喉にその喋ることで刺激があって、うん、言わなくて済んでる。で、今日これからオレンジラインっていう、今これで橋渡って、今いたところが下島って確か呼ばれてました。なので今こっちは上島だと思うんですけど、上島の山のところを通るオレンジラインって道を今日は行きます。で、その入り口に向かって、今あの入り口に向かって南下していってるんですけど、これこのままその入り口通り過ぎて、もう入り口までの距離と、2倍した入り口までの距離を2倍したぐらいの距離まで進むと、あの弁天海があります。一応押すか。うん、グリーンライン、私の住んでるとこもグリーンラインありますけどね、地下鉄。弁天海で買った泥玩具が荷物の中で割れてないかどうか若干心配はしてるんだけど、振ってみてもカラカラ、あ、ガシャガシャとか言わないから大丈夫だと思うんですけどね。大岡山と上大岡の区別がつかない。手前いたな。うん、丁寧だと思うんですけどね。明日宿取れるかどうかですね。うん、オレンジ、おはようございます。オレンジラインは今日確か標高300ぐらいまで登って、それを確か1回か2回か登り返しがあるはず。今回の感じだったら峠も平気だと思うんだけどな。
昨日の山道も割と楽だったし、でオレンジラインは景色とあと途中にある喫茶店がお目当てなんですけど、まあ喫茶店開いてなくてもあそこはあそこの喫茶店は飲み物だけらしいので、あとはオレンジラインの話を聞いたのが、なんて何くらいなのって、オレンジラインがあること、オレンジラインっていう道自体の話を聞いたのが名物、そう、一昨日の宿で聞いたんだったと思ったけど、あれ昨日のちゃんぽんのところで聞いたんじゃないよな。私は配信でオレンジラインとかあの途中にある喫茶店の話って確かその前にしたよな。今回なんか結構話好きの人と会うことが多くて、ずっと喋ってるからどれを誰が言ったかだんだん分からなくなってくる。確かはっちゃんさんに聞いたやつだよな、オレンジラインは。独ですね。やっぱり遠くに来て泊まるのがいいな。シャンポン出て言いましたっけ？いや確か一昨日の宿山下のあの奥さんの友達の人から聞いたんだったと思ったけどな。オレンジロードあれ読んでないんだよな、私はそういう世代なんだけど。でもうあと少しで入り口まで来てしまうな。そこから上り、この辺りまだ車結構多いですね。こっちの南に向かう道っていうのはあのメインの観光マイカーが通る道じゃない方の道なんですけど、まあ朝一で移動してる人が多いのかな、仕事とか。ナンバーは今回そう天草での宿は苦労しました。次来るときはゴールデンウィークとかその人が押し寄せる時期は外そうと思います。 あと今回宿取れなくてすっ飛ばしたあの下島の西海岸の部分ですけど、あそこの景色が一番いいってさっきあの出てきた末荘のご主人が言ってました。さっき出るときに話したんですけどね、下島の西海岸が一番景色綺麗なんだそうです。今朝はジョイフルで、あのブールパンっていう小さめのパンで済ませました。食いすぎないように。今日の宿は一力っていう松葉瀬駅の近くのとこです。ネット予約だと今日はもうなんか予約できない状態になってたんだけど、電話したら一部屋だけ空いてました。あ、観光地じゃなくても今宿いっぱいなんですね。結構場所によるだろうけど、松葉瀬ってそんな観光客が泊まるとこでもないですよね。そこの分岐だ。これはまだずっと観光地ですよね。どうしてました？まあその時はあの素直に今日実家に帰ってました。そう状態。このまま真っ直ぐ行ったら、あの一昨日だよな、うん、の弁天会に行きますね。
これで車少なくなるだろう。あと電波はオレンジラインの山の方は電波は怪しいと思います。切れたらすいません。みかんどうだろう。柑橘系が名物って話は聞いたけど、あんまりみかん畑らしいところは見かけてないんですよね。実がなってないから気づいてないだけなのか。どのくらい、標高300くらいのはずです。落ち葉か。それ競りますね。うん、いい感じ。いろんな柑橘類、序盤から結構の勾配。ゆっくり行くか。ここにもカフェあるな。うん、食べました。ファミレスでカフェララララ。上り坂でさらに勾配きつくなってるのが見えるのは精神的になかなかきますね。ヤビツのあそこなんてとこだっけな。出飲み？お、そう、まっすぐ。宿泊施設内何の時に、うわ、なんて今。その筋肉。家の入り口から見てました。はい、私もそう思います。なんかキュッキュっていう。山奥の峠の時は、山奥の峠に1日で通過できないようなところは行ったことないですね。山の中か。いたこ、そんなことあったっけ。あ、でも行けてるな。登れてる。変な音してます。不定期になんかキュッキュッて言ってる。ペダル漕ぐ回転の周期に合わせての音じゃないから、なんだろうな、ハンドルの何が割れてない、フレーム、パッと見は曲がって、それだったらホイールの回転に合わせて結構速い周期でなるはずなんですよね。まあ、それかハンドル、ハンドルの
向き次第で瞬間的に重心が揺れ動くから、ある方向にハンドルが向いて力のかかり方が変わった時にローターが接触しているのかもしれないですね。あ、しまった、ケーブル束ねるやつが外れてる。確かこう、よし、ベアリング、それだったらもっと早くないですかね、周期が。これで5、60ぐらい登ったかな。母が、ビニールハウスか、あれかなり大規模ですね。うん、気になります。ただなんか前のホイールがハブが、あのハブシャフトか、シャフトがちゃんと固定できてなくてグラグラしてるのかと思ったけど、そうでもなかったし、あとは自転車のイオンっていうのをいろんなサンプルして集めて、で学習させれば AI で音聞かせただけで一発でトラブルの原因分かるとか、そういうサービスできそうな気がするな。スルーアクスルってあれどういう仕組みの話なんでしたっけ。輪行のこと調べてるときにスルーアクスルって何度か出てきたんですけど、何のことか分かってないです。柑橘が落ちてた。あ、軸が抜ける。抜けないやつもあるのか。私は軸が抜けるやつしかこれまで乗ったことがないんですけど、全部スルーアクスルっていうことですかね。ディスク版、ディスク固有のやつは見たことない。普通のクイックリリース式の、軸で抜ける。マドハウスはなんか未完形なんですかね。700、どうだっけ、ラフィスタ直径の方はどうだったか。おお、淡々と登れる。うん、650、そうだっけ、650って確か26インチよりはでかいんでしたっけ。お、クマバチ 27.5、 そんなでかい。クマバチっていうと藤の花のイメージですけど、藤の花ないですよね。まあそれ以外にもクマバチが集まる植物はあるんですかね。
小町ですよね。それか藤の花あるのか。でも時期的にはもう藤の花って終わってなかったっけ。いっぱい全くですね。かわいい。目はサングラスみたいな感じですけどね、体はモフモフなんで。これで少し勾配が落ち着いた。これでも登ってるんだろうけど、今のやや急勾配に比べると休める。というか峠久しぶりなんで忘れてたけど、忘れてたというか思い至らなかったけど、峠登るときぐらいはマスク外していい気がする。口の周りがもう汗で次々口の中に入ってくるから。しかも山の中だし。やった。この周りの汗が鬱陶しくて、あ、なんかちょっと香りがする山の中の。マスクして100メートル200メートルの峠って、まあ昨日は登ってたんだけど、今日は暑いから余計汗がひどくて。大学生ですか。ああ。そう、外でカブトムシはしないけど、なんか植物系の芳香がしますね。芳香。なんだろう。桜餅とか柏餅系ともちょっと違うな。あ、口周りが楽だ。マスク焼け、そうですね。確かにこれからマスク焼けの可能性も出てくる。でも去年もマスク焼けってした覚えないんですよね。平地を自転車で走ってたんですけど、まあ、それか私が自作したマスクがでかすぎるのかもしれない。顎の方までスポットを終えるんで、はあ、おう、これは下島の多分昨日走ってた海沿いの方が見えてるんだと思うんですけどね。バラクラバって目元から下を全部覆うやつでしたっけ。布垂らす。配信でこれ海見えてるかな。ちょっと小さいか。多分上島と下島の間のさっき橋がかかってた細くなってるところと、あそこに見えてるのは、やっぱ峠道はいいな。見えてるよ。あ、見えてますかね。海に少し見えます。あそこ橋かかってるかな。割と映ってますね。よし。車もやっぱり少ないな。口周りの汗を直に拭けるグローブのタオル生地のとこで。ループ橋の南側が見えてたんだと思うんですけどね。怖いですよね、あれ。狭い。あれ何年前っていう話だったかな、作られたのが。
区の案内図が書いてある。こういうのって大体横浜は、ゴールデンウィークの最終日の日曜日に飛行機です。故郷確かほぼ全部だったと思いますけど、狭くないのあったっけ。やっぱりあの名字が全部書いてあるんですよね、これ。しかも重複している場合は名前まで書いてある。オープン個人情報、まあ、電話番号とか書いてないだけマシか。みかんの、あ、そうですね。なのでやっぱりこの辺は、あれ今のなんだ、そういうのもあるのか。広告枠からって表現もあるんですね。ピークどうだったかな。ちょっと位置は地図上での位置とプロフィールマップとの照合してなかった。なんかやかましくなってきた。どこだろうこれ。まあ走る分に抵抗はほとんど感じないんでいいっちゃいいんですけど、ああ周り追われてるからな、囲われてるから。まあツーリングバイクはこっち来てもおかしくないよな。てかこっち来るべきだ。あ、カラス、さっきのとこか。また開けたんで映像流れるんじゃないかな。今これでプロフィールアップ出ないのか。こうかこうか。今これで150ぐらいか。これで最初のピークまでの上り半分くらい来てますね。あー電波ダメか。そうだよな。プロフィールマップとしてはこの先で少し一旦勾配が落ち着くところがあって、そこからまた急勾配。これみかん畑、みかん系の畑ですね。4がしてます。異音が今日は激しいですね。うん、ハブ。ただ自転車を立たせて後輪で立たせて、で前輪空転させても何もならないんですよね。やっぱり重量かかってる状態で、なんかその力のかかる向きの加減でどっかが鳴ってるんだろうけど、わからない。今回わかれば次からすぐ対処できそうですけどね。今まで聞いたことがない感じの音。
あ、復活した、開けたからか。峠道でちょくちょく海見えるのいいな。海なのかな。アクションカムオンオン、アクションカムがヘルメットの上に乗ってます。ソニーの AS300、 5年か6年前のモデルで、もうソニーはアクションカム出してない。でも最終的に手ブレ補正強力なのがついたのが、コンパクトなのが出て本当に助かってます。その前に使ってた AZ1 っていうのは手ブレ補正なかったから。あと解像度もフル HD まではいけたんだったかな。今新規の販売はやってないんだったかな。在庫も終わってんのかな。だからこれが壊れたら GoPro 使うしかないのかな。まあ、GoPro でも装着感はそう変わらんかな。ヘルメットから上に出っ張って、まあ、角度調整しやすくするためだろうけど、結構そのヘルメット表面から飛び出してその重さのあるものが上にくっつくんで、振り回すとそれなりに影響あるんですよね。遠心力というか、なんというか慣性が。本当になんでヘルメ内蔵できるヘルメットとそれ専用カメラっていうのが出てこないのか。コメントも取れなくなったっぽいけど、それはそれで。あ、コメント来た。たまらんな、こういうところ。今これで標高200手前ぐらいで。あ、おはようございます。峠道最高です。天気いいし、景色いいし、しかも足痛くない。あ、修理はまだやってるんですね。その買い替えるのと同じぐらい修理代かかる可能性もあるから、まあ見積もりしてもらってからですかね。私の AS300 の扱いも大概ひどいけど、まあ、そもそもこれアクションカムだからいくらでもアクションしていいはず。
ドコモの、あ、うん、アハモです。そう、光学式手ブレ補正です。中で素子が確か動くやつ、あ、レンズだっけ、どっちが動くんだっけ。確か素子の方が手ブレ補正用に動くはずだけど、違ったかな。途中で下るともったいない。今ほんのちょっと下りがあったけど、電車向けの青看板というか、正式に取り付けてある看板なんて初めて見た。ネバーギブアップって、ってことはここは自転車で通ることを想定して整備されてるわけでもあるのか。この先3キロ平均勾配 5.3、 3キロ 5.3、 残り150もあるか、あるか。今200手前で370メートルぐらいまで登るから、平均 5.7 だったらそこまででもない気もするけど、瞬間的に 10% とかあちこちありそう。何ギガ、 6.7 ギガ消費してました、この間、一昨日だっけ。なので今回の、あ、そうか、そのことを忘れてた。アハモの容量を超えてしまうんじゃないか、あの人吉行ったら、はあはあ、追加料金いくらかかるんだっけな、アハモの、はあ、もう20ギガ追加するのに、あのもう一回線契約するよりも高い金額かかるんじゃなかったっけ。忘れてた、はあ、それかめちゃくちゃより、あの帯域絞って配信するか。2000円で100ギガ、え、2000円で100ギガ、1ギガ1000円、どっち。1ギガ1000円とかそんなレベルだったような気がするんだけど、とすると1日配信するのに7000円かかる。まいったな。今回初日が4月30日だったから、1日分その5月分に入ってないとは言っても、やべえ、後でアハモの残量確認しよう。海見える。6月、え、何それ、5月からにしてくださいよ。じゃあやっぱり1ギガ1000円なのか。一泊の宿代ぐらいが1日の配信でかかるのか。550だったら1日3、4000円か、どうかな、うん、じゃあ素泊まり代分ぐらいで済むか。それだったらまあ私はいい大人だからそのぐらい全く気にしないですけどね。1ギガ550だったらまあ許容範囲。
今日5月3日ですよね。今日でもう最悪、今日で使い切ることになる。オイルキングだから絶対オイルキングって言わんよな。3日ですよね。 6.7×3 だとほぼ20に届いてしまう。まあ 6.7 っていうのは朝9時から18時ぐらいまで配信してた時なので、もうちょい余裕あると思うんだけど、ああ空気が若干涼しい。残り標高差100ぐらい。お、青黒いトンボ。あ、電波が。エリア確認ありがとうございます。じゃあまた後で。1メガどうでしょうかね。実行1メガいくかどうか。日曜日まで連休です。休み取ってきました。やっぱオレンジラインだ。柑橘系の木が多い畑が。お尻がネオンブルー。あの糸トンボ系じゃなくて、あの普通サイズのトンボで、全体的にちらっと見えたのが青黒かったです。あの色はあの蝶トンボとかいうやつの羽の色にも似てると思ったけど、形は普通のトンボっぽかった。胸のトンボ。あの宿配信で着てた T シャツはあの売ってるやつです。あのいろんなデザインをデザイナーがデザインを提供して、で運営してるところがそれを T シャツやらあのなんだっけショッピングバッグやらサコッシュやらに印刷して売るっていう仕組みのやつです。柄がめちゃくちゃ登録されてます。だから在庫があるわけじゃなくて、注文があって印刷して送ってくるやつなんで、確か1週間か2週間ぐらい、1週間だったかな、かかったんだったと思います。送ってくるのに。トンボ柄の何々ってありますよね。確か昆虫としてのトンボが、あの生のトンボが綺麗でかっこいいと思ってる人間なんで、あのトンボモチーフの物があったら買ってしまいますね。で、あの形とかが好きなんで、トンボ玉はちょっとなんかカテゴリーが違う。いらっしゃい。歯入ってるだけですけど、今回本当に足の筋肉痛がないのは快適です。テレワークの人はやっぱり朝か晩かに30分とか1時間ずつ走ったらめちゃくちゃ効果ありますよ。筋力的に、筋力というのかな、体力かな。ただ体重はなぜかあの微重も減らないんですけどね。旅行する体力はなんかついてるみたいです。
若い時含めて自転車旅行でこんなになんか足の痛み、あの筋肉痛が出てこなかったのは多分初めてだ。ずっと座ってるとなんあですよね。あ、糸トンボも大好きですね。トンボか糸トンボだったら糸トンボの方が少し好き。あ、足が、あ、でもまた開けたんで、開けたって言っても開けた向こうの方に基地がないと、基地局ないとダメですよね。俯瞰地帯、電波ないとこってことですかね。なんか勾配緩くなってきた。あ、止まった。エリア的な問題かな。そういや、あのこれ配信いってないかもしれないですけど、 Google マップの Google カーは電波強度とかも一緒に調べてドコモとかに売ったら儲かりそうな気がするけど、やってるかな、そういう思いつきそうなことは。それかドコモが自分でやってるからそんなものは買う必要ないか。昼まで、ああ、そもそも昼飯どうするか。補給食いっぱいあるから昼飯場所は全然あの確認せずに来てます。いざとなったら甘いもの食ってなんとか動く。お茶も麦茶が7割方と、あと昨日宿でテーブルの上に置いてあった多いお茶が丸々1本未開封なのがあるから水分も大丈夫。カレー？カレーいでか。あと50ぐらいか、ピークまで標高差。でもさすがに座りっぱなしでこいでると尻がだんだんあの痛いというか、まあ痛いでいいのかな、これは。圧迫されっぱなしの皮膚とか筋肉かな、そのあたりがなんか熱く痛くなってくる。バイクも1台しか通ってないね今のところ。もっと人気あっていいだろう、ここは。そもそも自転車が来ないのがおかしい。お、自転車いた。間に合うか。止まった。足はついてるけど
途中で休憩らしい休憩取らずにやっぱり登ってこれてる、嬉しい。松姫峠とかこれの3倍近く登るんだもんな確か。やっぱ本格的な峠はまた行ってみないと感触がわからない。コメントまたちょっと来た。ちょっとあの白い花が気になるので。あ、ミツバチ来てる。水草みたいな。水草、梨の花にも似てるな。桜にも。もうすぐ峠だけど、お茶飲んどこう。もうちょい行ったらピーク越えて150ぐらい下るのかな。で同じだけ登り返す。あ、トンネルか。地図上で気づいてなかった。トンネル誰？まだ読めない。お、コメントまた来た。
薄切りトンネルか。地名とかと関係ないのかなこれ。なんか珍しい。よっと。延長565が結構あるな。じゃあライトつけといて。どうかだったけど、このトンネルの長さだったら車は一瞬なんだろうな。車の感覚からすると車、ここに登ってくるまで車ほとんど見てないのに、トンネルの中で2台とバイクにとすれ違うとは。なんか偏ってる。こっちから入ると若干上りになってる。このトンネルはな。ここ標高300程度なのに。まだ 山から山に登り返すとこだから海は全然見えてない。じゃあちょっと、あ、そうだ、まず通信状況は、あー、ツイッターも更新できない。通信状況下るしかない。ここから3キロは 3.7% 勾配。よし。ああ。
今なんか来たな。ダメだな。涼しい。喫茶店の場所は出るかな。ダメだ、地図も出ない。飛行機の音。プロペラ機。あれどこだ、あれか。私がいつも走ってるルートだと、あの調布と伊豆大島を往復しているドルニエっていうか、あのプロペラ機があの毎日結構な本数往復してて、それはよく見るんですけどね。あれまたタイプが違うな。見えてきた。もうちょいこっちかな。ん？お、なんか少しコメントが流れ始めた。パノラマで。よっと。コメント来たから、もしかしたら。あ、地図も出始めた。じゃあちょっと試してみるか。配信開始。ビットレートは、お、1000いった。あ、これいけてるんじゃないかな。なんか傾いてるか、これ。
こうで、あ、結構傾いてるな。すいません、電波全然なかったですね。ツイッター更新ができないような状況でした。登り終わりました。トンネル、てっぺんトンネルでした。地図見ても気づいてませんでした。で、山の中下ってきて、今集落が見え始めたとこです。途中の景色もむちゃくちゃ綺麗でしたよ。でもってこのちょうどいい気温で、今回配信には載ってないというのは分かってたんですけど、なんか気持ちいい的なことをベラベラ喋ってましたね。やっぱ山だな、海もいいけど。ストリートビューで。で、さっきから登るときは全然車見なかったですけど、トンネル一行はなぜか妙に見ますね。1分間に数台は通ってると思う。自転車も1台すれ違いました。あとバイクも1台だけ。さて、ここから下る途中また電波あるかどうかわかんないですけど。で、喫茶店はどこにあるんだっけ。なんていうか、ティーガーデンか。ティーガーデンの場所は、まだ結構先ですね。地元、いや、どうかな。途中ですね、ちゃんと金属柱の上に金属看板で、置いて、看板で設置してある標識で、自転車向けのやつがあったんですよ。ここから 2700m 平均勾配 5.6% ネバーギブアップって書いてありました。峠のピークの手前3キロぐらいのところに、あんなのがなんか、ああいう青看板と同レベルで設置されてるの初めて見ました。だからちゃんと整備されてるんですよね、自転車意識して。まあ道路自体が自転車向けにっていうなってるわけじゃないだろうけど。バイク3台、あ、グループだ。ああ、ダメか。たまたまだったか、電波は。電波もですね。頑張れよ、電波。たまだったか。日陰が少ないから真夏は結構厳しい道かもしれない。まあでも何かしらあるかな。あ、開けてないと。50歳以上。もったいないからもっとゆっくり行った方がいいんですけどね。まあブレーキはそれなりにかけながら下ってます。前ブレーキかけた時なんかジーって音がずっと鳴ってる。何かシール状のものが剥がれて
ビャーっと国道でしたかね、真ん中でクロスしてるのは。下った先でクロスしてる道は、ん、ノーブレーキで下りでスピード出して快感感じる人間じゃないので、それがいい悪いじゃないんですけどね。下りでスピード出すの最高っていう人の気持ちもいい悪いじゃなくて、単にそういう性分ってだけですからね。でも自己リスク的にはそれで、うん、たまたま私はあの下りでスピード出すぎると単に怖いっていう人間だなので、ブレーキかけながら下ってるんですけどね。お、これここでクロスしてるのか。あ、これだ。立体交差してるんですね、ここの道で。オレンジラインとクロスしてるのは、県道282ですね。国道じゃなかった。あ、向こうの方海見えてる。北に行けば国道。ああ、なるほど。あ、そう、レース的な趣味は全然なくて、北に行くと、あ、国道海沿いってことですね。じゃあここから上り返して、上り返した先のピークはティーガーデンなのかな、これ。じゃあ登るか。で、ここからまた先電波なさそうな雰囲気がありますね。国道の前に県道と、国道の前に県道と、どっちの話だろう。橋、あの立体交差になってました。伊豆のどこだったかな、戸井峠だったか戸田峠だったかがこんな構造だったと思うんだけど、別になんか普通に十字路でもいい気がするんですけど。あ、これこれ、まだ配信届いてますかね。この青看板、あ、指が入った。この青看板に、この先東半平均勾配 5.6km 2200m ネバーギブアップって書いてあります。あの、ビワイチみたいに甘いちっていうなんか活動があるらしくて、うん、甘いちの、サイクルステーション甘いちって、白地にピンクの斑点のやつ、あれってなんかヨーロッパのレースの意味がある模様なんだったっけ、のあの上りが出てて、サイクルステーションって休憩所って書いてあるところありますね、お店で。よし、あんな、そういえば甘い地自体がああいう看板立てられるくらいの規模というか組織なんですね。組織なのか活動っていうのか。しばらく立ちこぎしてみよう。まあ、やっぱそれなりに痛いな。タスコギはピンクミスタマ、ああ、あれか、そうですね、確かに、そういやそうだった。私あれ使わなかったけど、自作スタンド使いたいばっかりに
うるさいな。ローター周りの音みたいだけどな。お、また来ましたかね。もう足で周りが開けるからかな。ああ、これ紅葉とかもすごそうですね。おお、海と湾が見えてる。湾っていうのか。やっぱり思いっきりはみ出してきましたね。あっちの方は多分その上島の西側なんで、あそこ車が多い道が通ってるはずなんだよな。でもこっから見るとすごく良さそうな場所に見える。車もなんかパラパラとしか通ってないように。あ、いや、まあそれなり通ってるか。やっぱり、綺麗。じゃあ、消え？なんかくるくる回して登ってるとこの異音がうるさい。いや、まあいいですよね。私は久々なんで本当にもう、はあ、SD か、そうですね。でも風そんな強くないな、はあ、またこの山の名前なんだろうな。これオレンジラインの容量が増えてしまう。記憶容量が。下までの高さは結構ありますね。じゃあまた電波なくなると思うんで、また後で。まあ前落としたやつも中身入ってないやつだったから平気平気。プライスレスの思い出が詰まった SD カードに比べれば、メモカ、なんかメモカって言い方も若干最近あまり聞かなくなってるような。メモリーカード言うかな今でも。
めてか。プレイステーションとかのセーブデータを入れるあのカードなんていうんだったかな。ああメモリースティック、SD カードは育ってるかな。マイクロ SD だったけど立派なスタンダード SE になっただろうか。キューパーか。あれ、ああ iPhone 認証が間に合わない。あれ、ああ汗かいて通らなくなってる。先に SD カードが取れる水、沼だったかなあれ、貯水池、ため池。9%なー。でもここまでも多分 9% 何度も出てきてるはず。ここは特別きついってことはないだろう。でも一応段を落としてシフトを変更して、落としすぎたかなこれ。ちょっと落としすぎてあんまりハーハーしない。まあ 9% を普通に乗れるようだったら、まあどんな勾配でも大丈夫だと思うんで。あ、瞬間的だなこれ。もう終わってるあそこで。結構近づいてきたな。オレンジラインという名前しかちょっと把握してないです。今走ってるこの道、そう広域濃度っていうのも知ってますけど、そっちの名前は知らない。これは止まったか。もう50ぐらい登って、その後だいたい平坦に近いようなのが続いて、でその後はほんの少し登ってずっと下り。ティーガーデン、これ登り途中にあるのかな。あれか、見えた、ティーガーデン、多分。ティーガーデン電波ないかな。またキューパーか。上島中央広域濃度、多分さっきコメントで言われた通りだな。ちょっとちょっとちょ、下げすぎか、あと1枚しか残ってない。
建物は結構でかいな。よいしょ。電波は今ありそうなもんだけど、うん、ツイッターは更新できる。とりあえずティーガーデンに着いたらまた配信を再開できるかやってみます。ストリーミングを。御岳橋、はあ、急勾配のまんまの橋っていうのもなんか珍しくはないかな、はあ、なんでかちょっとあんまり見ない気がする、これは自転車乗りだったら 100% 立ち寄るな。お、コメント来た。じゃあ行けるかな、ここでストリーミングは。配信開始。お、流れてる。ティーガーデンに来ましたよ。ティーガーデンの手前がまた9パーになってました。さっきも言ったんです、さっきも独り言で言ってたんですけど、自転車乗りがここアップダウンでここ通りかかったら 100% 寄るでしょ、このお店、カフェ、ティーガーデン。もちろん休憩します。この店に入ってみるのも結構この道通った大きな理由なんで。うん、上りがいっぱい立ってるんで空いてると思います。あといっぱいで入れないとかいう可能性は なさそうだな。ロケーションすごいですよね。あー、汗で iPhone 認証できない。指紋認証やった。11時開店。あ、結構危なかったな。遅く出てきてよかった。9時スタートだったら、ちょっと待つことになったな。食べ物はないらしいんですよ。飲み物だけって言ってました。はっちゃんさんだったか、ちゃんぽん店のご主人だったかが。まあでもなんか食べ物あるんだったら、ここで昼ご飯します。ちゃんぽん店主さん。かなり新しいように見えますね。給食いっぱいあります。甘いやつが、甘辛いやつも。しかし自転車の客来てないな、これまだ。テラス席で配信する？テラス席、そうですね、これだったら他のお客さんもほとんど見えないし問題ないんじゃないですかね。じゃあ、サイクルラックはないのか、これ。どっちにしろかけられんけど、じゃあちょっと
ここに置かさせてもらいます。大丈夫かなこれ、ちょっと不安が。反対側にしとこう。この辺に、これの内側あたりにあの泥玩具があるんですよね。ちょっとこのナビ用 iPhone の外バッテリーを加熱させないようにして、なんて、あ、すっぽ抜けた。はいはい、今ストリーミングできてるんですかね。できてないのかな。まあ大丈夫かな。荷物があの今すり抜けて、どっか問題は出てないから大丈夫かな。映像流れてますかね。天休日、水曜日、水曜日、よっ、やっぱりドリンクだけですね。ジンジャーか。あ、来てますかね。火曜日ですね。ミルクジンジャーかな。ミルクジンジャー大盛りで。あー、すごい、たくさんいるな。ジュースは地元でしょう、さすがに。ちょっと注文とかしてくるんで、ここで待っててください。ドコモのエリアギリギリの場所だね。おカメラ若干上向いてるかな。多分海も入ってると思うんで、これでThank you.
Thank you.
息低くてびっくりした。ちゃんと言ってますよね。じゃあちょっとコメント。良いところ。うん。ケーキ。イケメソガ。あ、いや、これ。こうか。これはパイです。パイ付き。で、ジンジャーミルク400円。パイはおまけでついてきてます。パイの実はケーキツイッターで詳細に見せて。ん？いやケーキじゃないから。これ音声ちゃんと言ってんのかな。言ってますよね。おまけか。おまけのパイの実です。じゃあいただきます。パイの実だった。あのジンジャーミルク、ジンジャーシロップ入りの、あのホットミルク。あ、パソコンでやってる人少ないですか。もう、今の時期でも十分美味しい。寒い時だったらもっと美味しいと思いますけどね。でも今日涼しいから、さすがに登ってきたら暑さなくなってきたな。下りはウィンドブレーカー羽織った方がいいかも。じゃあ昼飯は下ってどっかで探すかなんかしないとダメですね。ライブでも配信してるのかな。やっぱり食べ物はなかった。ん？食べ物？あ、食べ物はなかったです。そうそう。うん。自転車乗りが来てないのが不思議ですね。まだ回転したばっかり、あの回転時間直後だからたまたま来てないだけかな。誰もいなかったの？お客さん他に2組いますけど、自転車乗りは来てない。うん。ここでもっとしてみたい。昼寝とか最高ですよね。こんなところで昼寝したら。ちなみにこんな感じ。弁当かなんか持ち込めたらもっとゆっくりここで食べられて最高だと思いますけどね。まあでも飲食店で持ち込み弁当はないか。そんなにめちゃくちゃ汗もかかずに登れてきて。好きなものリスト。結局何だったんだっけ。趣味でやってるんだと思うな。ん？あ、儲けですか。そうですね。一杯400円とか500円の飲み物だけ提供してて、儲かるとは思えないな。ん？あ、人がいるお店ですよ。女の人が一人でやってるとこです。
生姜牛乳美味しい。口説きましょう。口説きましょうか。ウド来ましょうって言われたから、これから走っていく先のウドかと一瞬思ったけど。じゃあちょっと下げてきます。お昼ご飯これから多分もうちょっと登ればあと全部下りのはずなんで、まあ海沿いに降りてからですかね、店探してくるのは。行きますか。いいとこですよね。今回の旅行でこんなとこに来れると思わんかったな。山の上の喫茶店とか。初見です。こんにちは。良い景色ですね。こんにちは。いい景色ですよ。今回の旅行の中でも景色的には一番のとこですね。4日間のうちでも。やっぱ山だな。また意図的に映してますけど、自作の iPhone マウント、 iPhone ハンドルマウント。なんだよ、なんで今のタイミングで止まる。動くだけで動いた。え、じゃあ意図的に私意図的に映したハンドル、iPhone ハンドルマウントは映ってなかったんですか。意図的にアピールした iPhone ハンドルマウントは。しかしこんな、あ、見えました。よしよし、ならよし。皆さんが反応しないからできる映ってないのかと思いましたよ。あ、そうか、これガシャッと内側にはまり込んだ時にドローガング大丈夫かな。大丈夫じゃなくても取り返しがつかないから確認しないけど。ワーストレスありがとう。もう知ってるか。興味がないだけです。興味ないんだ。ちょっとケーブルがヘルメットが引っ張られてるんでちょっと待ってください。これでよし。何がすごいの。いや、もういいです、もういいです。そのあの追い打ちかけないように。ここからもうちょい登ったらピークでほんのちょっと上下するようなピークのややフラットなところがあって、でその後下り。R25、今のですか。お、自転車が見えたかと思ったら 見間違いだった。
もうこれでだいたい登りはほぼ終わってますね。あ、でもまた電波ないか、多分この先。安定するのは一旦下ってからですね。まあとりあえず喫茶店のところは電波あってよかった。もう11時40分だからこの後昼飯食うんでちょうどいいな。お、また自転車標識が。お、これピーク看板だ。最高到達地点320メートル、グッジョブって。なんだその下側の下の欄のメッセージは。上りの時はネバーギブアップで、下る時はスピードダウンだったかな確か。でピークかグッジョブか。でもこの後ほんのちょっとだけ上り下りがある。コメント読み込めた。ウィンドブレーカーなくてもいけるかな、下りでも下りのとこでも。普段押してたよな。カエルの声がこの山の上の方で。カレンダーが落ちてる。
ちょっと民家がある。勢いのつけ方が足りなかった。やっと、なんか古くはないけど、なんかいい感じの家だな。そうだ、マスク外しとこう。上天草市、反対側はなんだろう、反対側の市はどこ、これの裏側か。天草市、こういう分け方なのか。多分この先のピークには下りで平均ナンパーでスピード落とせっていうような自転車向けの看板があるはず。行くかな。あった。ああ、東風かこれ。北風かな。ナンパーっていうのは書いてないな今度は。あっちはアップダウン多し。
もうちょっと行って開けたら、あ、マスクが。マスクが外れた。紙がプラスチックの留め具から外れてしまうので、ここでも電波確認するか。ダメだ。なんか変な音がした。スピード乗った状態でブレーキをある程度強くかけると変な音がする。あそこにちらっと見えてる水のところは海かな。あんまり池とかなかったと思うんだけど。電波まだなし。そろいけるんじゃないか。もうちょい。
あれ勢いで越えられそうだな。いや若干厳しい。無理しない。あれ天草市に戻った。録音もしとこう。しなくなったな。聞こえない。あとなんか割と聞こえる範囲のところに低音の音楽鳴らしてるような音楽な鳴らしてる音楽の低音部分が聞こえてくる。どこだこんな山の中で。あ、今電波少し通ってるな。あの車か。近いと思った。発信開始。ああダメだ。
いや、こここそ電波通ってるか。もう一遍ああ、ダメだ。 NA は一遍再起動するか。繋がらない。ダメか。一番景色いいところはやっぱ電波ないな。神山草。温度方面を回路。これ右に行ったら、ああ山の方に戻っていくんだよな。よし。もう少しで海沿いまで降りる。あれまた天草すか。境界線行ったり来たりしてるな。
まあせっかくだから下まで降りてからするか。降りてきた。よっと。300下るだけでこんなに下るのか。大だるみ峠下った時は標高差千何百だっけ、1700だったかなんかあるから、これの6倍下ったとか気が遠くなるな。まだダメか。リロード、まだダメか。なんかおかしくないか。スマホの方はアクセスできてる。スピードテストをしたら容量くんだよな。なんで、繋がらん。パソコンの方だけなんかネットワークがおかしいように見えるな。でも写真は全然撮れてないな。ツイッターの方も。ダメだ。海沿い出るまでダメか。詐欺か。
そこにもいる。行けるのか、予定ルート左側を通ることにしてるけど行けそうだな。あそこにもアサギ、カモみたいなのもいるな。いくらなんでもね、やっぱあるだろう。ちょっとそこの日陰で、ツイッターのあれあれん、なんかおかしいな。モバイルルーター確認するか。LTE 繋がってない。なんじゃこりゃ。どうなってる？再起動するか。一旦落として。ここで 3G すら繋がってないとおかしいだろ、いくらなんでも。起動。で当然 LTE 繋がるよな。なんだまた基地局絡みかな。めんどくさ。そんなもん機械とかシステム側でなんとかしてほしい。
ユーザーがこんなこと接続し直しなきゃいけないなんておかしい。配信開始でコメントをん取得取得なんだこれん。と言った。でコメントが取れてないんですよね。ちょっと待ってください。ああそうか、番組 ID 入れてなかった。取得。ああやっと来た。これでよし。すいません、お待たせしました。もういい加減電波あるだろうっていうところまで来て、何度も接続しようとしてたんですけど繋がらなくて、モバイルルーター見たらなぜか 3G すら繋がってなかったんで、モバイルルーター再起動したら LTE で繋がりました。こんなもんシステム側で何とかしてほしいです。ユーザーがこんな再接続しなきゃいけないとかおかしいです。まあそれはそれとして、海側まで降りてきてやっと繋がりました。まあ途中の景色も良かったです。で300メートルとかの峠を下るのはめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、こんなに下るんだっけって思いました。なんか下っても下ってもずっと下ってる感じで、だから前大だるみ峠なんとか登ったりして、標高差1700とかを一気に下ってたんですけど、今回の6倍近く下ってたとか信じられないですね。怖いことは特にないです。ブレーキかけながら下ってきたんで、ただ長えと思ってました。こんなに登ってないだろうって思うぐらい下ってました。うん、これは向こう側の方が多分、向こう側も大概車少ないな映像。ああそうですね、今回改めて編集してアップロードしようかなと言っても、地図を、まあ地図をその画面に入れるっていうのは無理やりやらなくてもいいか。オールドサイクリストさんって人に作ってもらったアプリで、前画像に地図、映像に地図入れてたんですけどね。お昼これから探します。あれも確か、まあ、この間やったら動かなかったと思うので、別に地図が入ってなくてもいいか。別途ライドウィズ GPS のログのデータをのリンクを変えときゃいいかな。あとはイベントごとのタグを打つのが、コメントでいくつかは今回打ってもらってるみたいなんですけど、ある程度自分でもイベントへのショートカットの時刻をリスト作らなきゃいけない。まあでも今回いろいろなことが起きてるから動画にはしたいな。今回割と密度高い。でちょっとこの辺り道がよく分かってないんですよ。イベント、 ありがとうございます。動画本当に公開するかどうか約束はできないんですけど頑張ります。でこっから先は国道沿いにしばらくまっすぐか。現地言うな。これもメインの道路に、天草観光のメインの道路に戻ってきてますよね多分。いきなりバイクを集団できたりしてたし、
この先のゆるトラ自転、左折すんなってことですね。この先また川を少し遡ってぐにゃっと行って、多分これ少し丘を越えて、で橋渡って上山草に渡る。いい昼飯ないですかね。ここは来るときにはまだ通ってなくて、この先の橋の手前で来たときのルートと合流するのか、合流というか来たときの道をまたなぞり始める。また追い風っぽい。あ、海鮮の、ありがとうございます。でもこの道沿いだから混んでるかもしれないですね。こんにちは。ああ、モッパンは どこだったっけな。あそこで昼飯は食えるのかな。あの店良さそうでしたよね。確かこの道沿いじゃなくて、その行きの時に南側の道にそれた先にあったと思うんだけど、ちょっとどの辺りだったか分岐のとこまで行ったら調べてみようかな。確か分岐入ってそんなにな離れてなかったと思うんですけどね。2、3キロぐらいかな。あとはあそこがその昼飯的なものやってるのかどうか。基本パン屋さんだから微妙かな。橋、あれ2号橋って橋渡るんでしたっけ。そうか、そもそもこの島の中じゃないかも。一般って次の島でしたっけ。記憶めちゃくちゃだな。ちょっと橋のところで一遍確認します。そうです、放送の説明からリンクで飛ばさなきゃいけないと思って公開にしてます。
普段のあの前にいつも走ってるデータなんかは全部プライベートなんですけどね。100円コンビニ、あそこも鯉のぼりあるな。多分あの子供の名前が入ってるやつ。ナビ、ありがとうございます。ありがとうございますというか、まあ頑張れだからありがとうでいいのか。お気をつけて。ピーピーなんかしたような気もするけど、私の近くじゃなかったと思うけどな。乗ったっけ。ここは歩道でいいか。飛び出しなさそうだし。あ、こんにちは。うん、マイペースで。今回本当に足が痛くなくていい。天草黒牛ってこの山の中通った時に上の方にあの牛舎があったんで、ああいうところで作ってるやつか、うわ、育ててるやつかな。ここも定食はありますね。まあでももっぱんかな。ちょっとここら辺でもっぱんの場所確認しておきます。もっぱん、本当だ、渡ったところだ。なるほど。どっちにしろこの戻りの道でもその国道じゃない方の110行きに通ったコメントで教えてもらった裏道を帰りも通ろうと思ってるんで、その途中にありますね、モッパン。あとモッパンはなんか来るときには脇道にそれてしばらくしたらあったって記憶だったんですけど、実際には脇道からまたこっちの道に戻る手前あたりでしたね。あ、とりあえずまあモッパンがやってなかったら、 あとそうだ、モッパンが何提供してるか、まあそれも行ってみればわかるか。どっちにしろ通り道だ。うん、その点だとモッパンの方が有利ですね。車があんまり入ってこない道。うわ、うるせえ。なんだ一体。上りになると出てくる。どんどんひどくなってくるな。ん？後ろに、嘘、体重が前にかかるとならないけど、重心後ろにしてくるとキューキューなる。あ、そうですね、火曜日。まあ通り道なんでとりあえず行ってみます。泣き真似、自転車の泣き真似。火水木マジか。
じゃあまあその後また国道に戻ったところの回線かな、残念。いやでももしかしたらゴールデンウィークスやってるかもしれん、書き入れ時だし。ターだよな多分、この残響音の感じからして。慣れてますね。あとでちょっと切り分けのためにローターの右、ローター右側のあの後ろの調整ネジで動かす部分をパッドをちょっとずらしてみて起きなくなるかどうか次の上りで試してみようかな。腕が、ああどうだろう、ヒリヒリとかはしてないし赤くもなってないんですけどね、日焼け止め塗ってるし、額に乗せたフリック、ああそうですね、どっちか一回どっちか片方だけやってみるか、まずはクイックの方が影響少なそうだからそっちからやろうかな。下るとならないんですよね、下りと平地だと。クイックも気をつけて締めてはいるつもりなんですけどね、輪行の後踏み立てるときに。あ、やっぱりクマモンだ。車の正面パッと見た感じ印象がクマモンだと思ったらやっぱりクマモンがいっぱい貼り付けてあった、クマモンステッカーが。結構うまいことあの車のあの正面の顔の色の塗り分けで表現してましたね、なんか別パーツをくっつけたりするんじゃなくて。お昼はあのパン屋さんが空いてたらそこで何か食べられないか探して、ダメだったら国道沿いのどっかにある海鮮の店で食べます。まずは橋を4つ渡らなきゃいかんのかな、狭い橋を4つ。天草ん、リソラテラスの塩パンはこっちにある店ですかね。ウニっていうのもよく見るんですよね、あとタコ。お、ローソンありますね、矢印。自転車用だと思うんだけどはっきり自転車とは書いてないんですよね。まあこの位置に書いてある青い矢印的なものっていうので自転車じゃないってことはまずないと思うんだけどな。うちの地元の方でも自転車レーンは青で書いてあるんで。スープパスタ持ってきてないです、道具。あの道具とか全部持ってきてないのに荷物いっぱいなんですよね、滑らない。ああなるほど、かなり説得力ある。
リゾラテラス。リゾラテラスは、なんかパンパンになってますね。補給食と泥玩具でそれなりに、まあそれでも合わせてリンコ袋ちょいぐらいかな、体積は。あとは寝袋持ってきてるけど、あのバッグの中に入れてるんで、それもかさばってますね。キャンプの時、キャンプツーリングの時は寝袋とか他のテントとかは全部荷台の上に縛り付けるんで、ただ上に縛り付けると、ドローンも持ってきてないです。もうドローンは風当たり強いからいいかと思って。ただ上に荷物を縛り付けると今度はバッグの開け閉めがしにくくなるんですよね。 できることはできるけど、ドローン、残念です。平地でも鳴り始めたな。市民の目が厳しいのが一番あれですね。あれです。じゃあちょっとクイックを一旦緩めて締め直してみますかね。ちょっとこれ一旦スタンドで固定しないと厳しい。そうか、こんな時にも役に立つな、スタンド。まずは車道に、歩道、人は来てないからちょっと歩道で。これでドローン、でかいドローンだったら回転数下がって低い音になるんでしょうけどね。よっと、前後のブレーキをゴムバンドで固定して、でトレッキングポールを展開して、でよっ、でうまいこと立てる。膝をやった、緩めてガタガタしてないかを一旦確認して、といってもこれブレーキかけてる状態だから、こっちか、この状態で締め直す。あ、そこブレーキかけてるんだった。これでなんか変わるかな。まとめて無理に巻こうとするんじゃなかった。
違和感ないですね。大丈夫ですね。今のところ鳴ってないな。次の上り坂で鳴るかどうかですかね。特に吸ってる感じもないし。車道危ないっていうか、車道を走るのがルールだからしょうがないんだけどな、本当は。自転車は車道を走るなって本気で言う人が 割と結構大きな割合でいるのが恐ろしいですよね。まあそれをあの車をイラつかせる自転車も悪いんだろうけど、うん、パソコン使ってます。犬に吠えられ、でも今ので3回目ぐらいですかね、4日間で。ボロボロだな、速度。私から見るとそんなに速くは見えないです。車道怖いことはあるけど、あんまりやっぱり歩道は走りたくないな。加害者になる方が怖い。平行、あれはちょっとイラっときますけどね。周りが見えてない。あ、機材、そうです。まあ学生に限らず、人間はなんかグループになると周りが見えなくなると思います。私配信で何度も言ってますけど、あの飲み屋から出てきたグループが、あの歩道を完全に塞いでみんなで固まってて、でその塞いでることにみんな気づいてないっていうのが、あのそれを一番表してると思ってるんですけどね。うん、人間グループになると、グループであることでかかる迷惑っていうのが見えてないと思う。若さ、平行に走ってるやつらも一人一人は単に自分はあの普通の幅を取って走ってるだけだっていう認識だから、グループとして見た時どうっていうのが抜けてると思うんですよね。これはこっちでよかったっけ。ちょい待ち、グループは過激だ。本陣、ああ。まあもっとひどいとこもあるんだろうけど、男女のつがいも絶滅する。それだと絶滅してしまう。まあ結婚してない私が言える立場じゃないけど、まあ結婚してるかどうかは秘密なんだったかな、確か。中国、でも中国韓国嫌いは理由があるにしても、もう無条件に嫌うって人がかなり多くて、それも問題だと私は思うんですよね。いろいろ色、うん、赤い線と実体験、うん、もうその感情が根付いてしまったら解決できなくなってしまうと思うんですよね。まあ私はあの身内レベルでそういう関わりがないからだけかもしれんけど、うん、ネット上の風潮どうにも、うん、無条件、うん、うん、バス旅するか。いいですよね、自転車のパーツ銀色に光ってたり 黒かったりしていいですよね。金属だし、うん、うん、え、歴
派閥がめんどくせえな、もうパーツの派閥とかまあ私もパーツ全然知らないんですけどね。シマノとカンパニョーロが二大勢力っていう認識なんですけど、未だにそれでいいんですかね。実はなんか勢力図変わってたりしませんかね、全ての。あ、もうすぐ橋ですかね、これ。もうちょい先か、スラム。スラムどうなったんですかね、スラム。スラムはなんか私はマウンテンバイクのあのブレーキとかだったかな、そういうパーツのイメージなんですけどね。よっと、んこれ信号。パーツ、あ、ナオさんかな。これ橋に向かって登ってるとこですかね。有料道路の合流地点でもある。スタリング白白。20%か、20ってすごいな。食品とかでも20とか上げるところはあるんですかね。私は10連休です。お、うん、そのへ、あ、出すロシア。そう、資源はあれ、これどう当たりゃいいんだ。ここはさすがに、あ、いや、右車線いっといた方がいいか。イオン、あ、しないですね。あのクイックリリースを締め直したら今のところ鳴ってない。そうだよな、今上りのところで鳴らなかったから、もしかして解決してますかね。コメントありがとうございました。物価が、あ、じわじわじゃなくて一気に上がってしまったっていうことかな。天気めちゃくちゃいいですね、今日は特に。でも空気は暑くないから気持ちいいです。ただ日焼けはしそうだな今日は。5番目の橋かな、これが。スルーアクセル、クイックリリースじゃない方式なんですかね、スルーアクセルは。今度は 5号橋か、今度は段差、今度こそ車道行きます。多少車の迷惑になっても仕方がない。歩道が狭くて恐ろしい。よく見たらもっと堂々と真ん中の方、もっと内側の方走っても良さそうには見えるけど、まあ迷惑になるからな。あ、電波こんなところで。なあ、お、ちょっと腹減ってきた感じがする。
昨日一日中なんか全く腹が減ってなかったからな。まあ、また信号か。うん、あそこですよね、開けてるのに。今は流れてますかね。絶対これ物理的なもんじゃなくて基地局の調整次第だと思う。雨だ不足とか基地局は回線をどう調整してるかに依存してると思うんですよね。バッファー、あー、飛ばされるかどうかってことですよね。4号橋500m、 510.2m。 狭い。あんまりよそ見できん。いいんですけど、これを よそ見するとわずかに進路が曲がるから車の迷惑になってしまう。景色いいんですけどね。もうちょっと歩道広くちゃんと安全にしてくれたらな。1号橋から5号橋まで5つ橋がかかってて、でまとめて5橋っていうらしいです。まあこれ今無理がかな。うん、さすがにまだ午後早いうちだから帰りの方の道はそんなに混んでないのが救いですね。反対側は結構詰まる。でも反対側ももうそろそろ減ってきてるか。これ夕方とか大変だろうな。で3号橋はもう確か割と長いんじゃなかったっけ。あ、リトラテラス、すいません、気づいてませんでした。近いって言ってたからもう確かにそうですよね。 360m か、まんまだ。リゾアテラスは橋のどっか、橋と橋の、橋の間にあったんですかね。外側線とこの白いやつですよね。確かに曖昧だよな。あと夏に柔らかくなったアスファルトが、荷物、重いトラックを通る道はこの白いところが盛り上がっててものすごい危ないです。タイヤを取られる。
あ、後ろに車待たしてるな、これ。なんでかな、電波。透けて見える。よっと。前畑誰だ。第3橋はなんか中野橋とも関われてましたね。お、白バイ。昨日歩道渡って降下したのは2号橋だったかな。この白線もガタガタ言うから鬱陶しい。あれ、なあ、そうガタガタ。あれ、このフロア行けるんだったっけ。あ、いや行けないよな。電波ですね。行きの時は普通に配信できてたと思うんだけど、また回線単位の調整の結果じゃないですかね。天下のアハモなのに。で2号橋を渡って、どっかそこら辺を右折。これだったっけ。ん？どこだっけ。まだ先か。ちょっと配信の再接続しますかね。とその前にちょっとお茶飲んで。ゼロ。一旦終了させて、モバイルルーターも再起動するか。
ゴムが下がりすぎて耳にかかって痛い。耳が痛くならないようにするための後頭部ゴム紐止めのマスクなのに。よし、そろそろ繋がったかな。うん、繋がった。配信開始。うん、いった。不安定だな。 LTE で3本3、いわゆるバリ3で LTE で繋がってんのに通信速度がゼロになる。まさかもうこれオーバーしてるわけじゃないだろうな。アハモの20ギガ使い切ってしまってこうなってるとかいう可能性もあるかな。アハモのアプリって今入れてたっけ。ちょっと使用量今ログイン。違う、こっちじゃない。これは暗証番号こうだったろう。で、暗証番号確認。こっち来た。残り3ギガまだあることあるけど、もうかなりやばいな。やっぱり明日データチャージしなきゃダメですね。チャージは、1ギガ550円で合ってますね。まだ残ってんのになんでだよ。どう見たって電波悪い場所じゃないから、この辺り。1日、いや、それでも 6.7 ギガ使った日があるから、まだまだだと思うんですよね。多いですね。この時間になってもまだ天草に入ってくる車こんなに多いのか。もうちょい行ったら右に曲がって、車が通らない方の道に入ります。弁当の飛来って言ってもちょっとあるかなと思ってしまったけど、まずはもっぱんだな。またモバイルルーター再起動までしたのに。レモンケーキだ。そこを確か右に曲がる。あれ、迂回路の方も結構車いるな。 Google マップの渋滞情報でも確かにその辺出口が赤くなってる、赤黒くなってる。といってもあそこだけだな、あとは大丈夫。家に来るまでめちゃくちゃ混んでる。今これ動いてるんですかね。また一瞬で止まってしまったのかな。流れてるんだったら教えてください。いや、熱暴走全然そんな暑さじゃないですね。
なんで流れない、やっぱりセミ鳴き始めてる。そんなお仕置きあるか。あ、またちょっと鳴ったな今。ちょっと電波がありそうな場所でもう一遍見てみよう。画質あれ？今線流れ今ビットレート十分出てるように見えますけどね、ダメですか？ん？今この瞬間には大丈夫そうに見えるけど、まだ普通。あ、来ました。画質設定もう完全オートで任せきりで、ただ番組自体の上限は1メガ BPS にしています。なんですかね、わからん。3日前だっけ、ここ通っ、3日前かな、ここ通った時は別にそんな状態じゃなかったと思うけど、どうだったっけな。なんか迂回路通ってきた車が詰まってる。国道渋滞しすぎだからこっち行こうっていうふうに来た人たちが詰まってる。混んでますね。 Google マップでこの道の出口だけのところが赤黒くなってるんですよ。384、トップと、あ、そうでしたっけ、忘れてるだけか。めちゃくちゃ、本当に今回宿苦労しました。宿取り最終的になんか奇跡みたいな宿にも泊まれたし面白かったけど、うーわー、繋がってんな。妬まれそうだ、車の中の人から。イエス感が、でもなんか観光っぽくない車も結構、バンみたいなやつもいますけどね。まあでも大概観光かな。ナンバーは熊本、地元ですよね。あ、福岡あった。あ、観光客が。うわぁ。トイレとか、喫緊だったら地獄ですね、これ。渋滞にはまった車は自転車よりも喫緊が厳しい。どこまで繋がってんだ、これ。で、私の後ろからは1台も来てないですよね、今のところ。あ、これで途切れてる？あ？え、どうなってるこれ。寝てたのか、今の人。なんで止めてたんだろう。こういうとこで寝てしまったらやばいですよね。後ろに並んでる人たちのスマホ、後ろに並んでる人たちから憎み殺されますよ、あんなやってたら。自転車で見てるとたまに交差点で信号待ちで寝てる人いますけどね。たまにってめちゃくちゃたまにだけど。渋滞、
切れましたね。1キロぐらい、2キロぐらいあったかな。やっと途切れましたね。あれ、こんなとこあったっけ。目に入ってなかった、息の時は。あ、動くと。そんなのあるのか。島原天草だけど。影山。モッパンは、モッパンどの辺だったっけな。寝てる。ああ、私の声は人寝させるらしいから。おお。お、車やっと1台後ろから来た。あ、あったあった、モッパン。さて、閉まってるかな。はい、ありがとうございました。まあゴールデンウィークだからって天気日変えたりしてないか。はい、ありがとうございました。じゃあまたこの後国道に合流したあたりで店探しますかね。めちゃくちゃ良さそうな店だったのにな。繁忙期、うん。あ、あ、タル定食ってタルっていう店の名前だったのか。タル定食ちょっとあれ豪華すぎるな。3000円コースじゃないのかな、あれって。やってるかどうかは微妙だな。電波ないか。たる。ちょっと内容が豪華すぎるように見えてビビってしまいました。渋滞、確かにその可能性もありますね。素泊まり一泊分、かどうかは分かんないですけどね。見た目の印象だけ。あれで1500円とかだったらすごいけど、多分そんなことないと思うな。あ、今日は歌ってない。カラオケサブ。前、行きの時に通りかかったのは何時ぐらいだったかな。まだ昼過ぎぐらいだったかな。昼過ぎじゃないですか、結構3時ぐらいか。さっきの橋のあたりに、夜、あ、この辺夜はまだちょっと肌寒いですよ。私は昨日は風呂上がりだったんで半袖で外で歩いてきましたけど、大体みんな長袖でしたね。あと本土の市街地はなんか夕方は学生さんがいっぱいいました。タル定食園。時間は1時過ぎたか。1500円。え、本当に1500円。本当にそうだったら、まあ、引き返すレベルなんですけどね。本当か。マジっすか。マジで1500円ですかあれ。あー、
迷ってしまった。迷ったら結構だな。あとはあの店が今日開いてたかどうかですね。私はなんかその3000円とか適当なこと言ってしまった。引け目もあるから空いてるのは食わねえと。さっき右側見てなかったけど、あそこのところか、これ戻ってます。この辺り電波良くないのかな。電波、なんて書いてあったっけ、これ楽天ステイハウスクロスウィルスタイル3日前写真も撮ってなかったから一応写真撮って左右ちゃんと見れてないな。あそこだったっけ。いや、アハモはどこも直々のはずだから問題ないはずだけどな。定休日とかは書いてないね。うん、あ、風呂上がり半袖で。ラグもひどいな。じゃあ行ってみましょうかね。おっと、車が出るとき邪魔ならんように。定休日水曜日。やっぱりなんか鳴ってるな。これ貸してもらおうか。見てた。じゃあ、ここのお客さんが入ってしまわない椅子にやらなきゃ。